まあ、夏場ちょっと大変な調整だったは聞いていたんですけど、8月に入ってからまた盛り返してくれたということで、いい状態で、ね、来てくれて、本当に暑さにも負けずによく走ってくれました。先行集団から少し離れた中段に移動してられましたが、途中の手応え、雰囲気はいかがでしたか？結構ペースが流れていたんで、こういう雰囲気のいい展開になってくれたなと思って、あとはしっかり最後足に使ってくれたなと思って、ありがとうございました。直線も逃げたアラン・バローズがかなり粘りを見せていました。直線での手応え、また追い上げどんなことを考えていらっしゃったでしょうか？ちょっとね、距離があったので失敗となりましたけど、しっかりと足を使ってくれてたので、なんとか届くと思って一生懸命追ってました。重賞達成だということでこの馬になりました。この勝利一つも弾みに今後の活躍に弾みになりそうですね。本当に地方に来てからもまだどんどん良くなって、2回目なんですけど本当に良くなったので、これからも本当に楽しみになりました。そして吉山騎手も連日全国を話題が混戦されてますが、暑い中で支えじゃないですか？はい、本当に乗せていただけることに感謝して、日々乗せていただいております。